実在の人物、団体、事件とは一切関係ありません。トラウマ。何するでしょう。始めるでしょう。ゲームをするときは部屋を明るくしてモニターから離れた方がいいんだって。なぜかは知らないけど、離れすぎると遊べないのにね。ついに悪の秘密結社ブラックフェロモンの世界征服作戦が開始された。その時、この悪の野望を打ち砕くために一人のサイボーグ戦士が立ち上がった。その名、全身99箇所の強化装甲と99の必殺技を持つ正義のミラクルサイボーグ。それがダブルナインだ。俺の頭脳であるミラクルコンピュータにウイルスを仕込んだところまでは褒めてやるぜ、青柳。だがな、ミラクルコンピュータは車好きだ。行くぞ、ミラクルチェンジ。つくもさとぐはダブルナインに変身することにより、本来眠っている人間の潜在能力を99% まで引き出すことができるのだ。ミラクルダイナマイト。恐るべしダブルナイン。ミラクルサイボーグダブルナインとブラックフェロモンの戦いはついに最終局面を迎えた。ついに追い詰めたぞ、幻影のセニア。スクモサトル、いや、ミラクルサイボーグダブルナインよ、よくぞここまでたどり着いた。だが悲しいかな、たどり着いたというだけで貴様とはこれで終わる。やれ、ブラック戦闘員たちよ。なんだこいつら。紹介しよう。彼女たちの名は死を呼ぶ乙女。我がブラックフェロモンの最後の、そして最強の切り札だ。成長する究極の生物兵器とでも言っておこうか。この者たちが世に放たれれば人類は滅亡する。そんなことをさせてたまるか。ミラクルボルトサンダー。99万ボルトの電流を両腕から飛ばす。何体もの殺人ロボット軍団を葬ってきたダブルナインの99ある技の一つだ。何かしたのかね。敵の殺人ロボットを
ザトバルフが倒した必殺技が。こいつらは一体どういう奴らなんだ。こうなったらあれしかない。いくぞ、トウ！ミラクルジェットチョープ！宇宙にジャンプし、落下速度と回転力を加えたプラズマエネルギーで何体もの殺人ロボット軍団を葬ってきたダブルナインの99ある技の一つだ。だが死を呼ぶ乙女が守る幻影のジュニアには傷一つつけることはできなかった。ガーッ！しまった、今の衝撃で両腕がこの化け物どもめそろそろ活動限界時間が迫っているのではないのか。それに自慢の腕もどうやらスクロップのようではないか。両腕を負傷したダブルナインに残された攻撃技はわずかだった。またダブルナインの献身活動時間は99秒間しかなかったのだ。そろそろネタを作る。さすがに強化装甲のボディは簡単には引き裂けないと見えるが、たとえ機械のその体でも苦しいと見える。鋼鉄種へのせめてもの手向けだ。死を呼ぶ乙女たちよ、次の一撃で塵に変えてあげなさい。はい、わかりました。このまま死を待つばかりなのか。希望は残されていないというのか。こいつらを、いや、せめてゼニアだけでも倒すことができれば。もうあれしかないのか。開催すればどんな敵だろうと必ず葬り去ることができる究極の切り札、ミラクルファイナル。ミラクルファイナルとは、体内のエネルギー炉を臨界点まで活動させ爆破させる最終技だった。その破壊力は核ミサイル99個分にも相当する。まだ足は生きてるな。ミラクルダッシュ。ミラクルウィング。な、何？ダブルナインは治療を道連れに空高く舞い上がった。そしてドリコさん、マサル君、そしてマスター。やめろ、貴様正気か。ファイナル！取り戻したのだ。ありがとうサトル、ありがとうダブルナイン。君の勇姿を僕らは忘れることはないだろう。
如姿を現した悪の組織ダークフェロン。恐怖の怪人軍団に絶望する人々。その時ヒーローが誕生した。の相当は高校生にご期待ください。ここは東京郊外、地下50メートル。かつてブラックフェロモンの本拠地があったところ。悪の秘密結社ブラックフェロモンは壊滅したわけではなかった。主だった幹部は生き残り、組織の立て直しを急ピッチで進めていた。一番の問題は新総統の選出だった。一部幹部の強い推薦で現役のジュニアの一人息子ようただしに白羽の矢が立った。ただし様、お呼び立てしたのは他でもありません。幻影のズニアであられたお父上が亡くなった今、このブラックフェロモンを支える存在がいなくなってしまいました。我らブラックフェロモン四天王、皆に代わって申し上げます。どうかあなた力をお貸しください。このように大きくなった組織の長がなくなった今、我らに選択の余地はありません。ありがたきお言葉、感謝いたします。待ちな、勝手に話を進めてんじゃねえよ。俺は認めねえぜ。俺は幻影のズニアの強さに憧れてここまでついてきたんだ。実力もわからねえたかが16のガキに何ができる。ただの親の七光じゃねえのか。言葉を慎め、ダンディーライオン。ちびすけども、黙ってろ。俺は手加減ってものを知らねえたちでな、あの世で後悔しても知らねえぜ。マジで殺すぞこのクソガキャ。食らって死にやがれ、中忍パー。
ね。おお、これはまさしくお父上の技。いや、その技のキレはお父上以上かもしれない。もうご存知かと思われますが、改めてご紹介しておきます。私から達官のラフレシア、主に医療部門を担当しており、元ブラックフェロモン四天王の一人です。私は白大のカメリアです。主に人材育成部門、元ブラックフェロモンの四天王の一人です。私はゼッカのモーニング・グローリーです。一シード開発部門を担当しており、元ブラックフェロモンの四天王の一人です。以後、先ほどの男が灼熱のダンディライオン、戦闘員訓練部門を担当しており、元ブラックフェロモン四天王。今更の紹介でもありませんが、狡猾のピーオニーです。 X マン開発部門を担当しております。私たちは電脳三姉妹です。主にこちらのピーオニーのサポートとしてメンテナンス、情報活動を行います。こうして組織名もただしの発案でダークフェロモンと改められ、新たなる日本政府計画が発動された。はっ、相当ミックスマンはもうじき完成いたします。これさえあれば世界征服も夢ではなくなるでしょう。ですが、完成には3つの要素が必要となります。動物、食物、道具の3つのアイテムエネルギーが融合し合成された時、初めてミックスマンは真の力を発揮するのです。あとはアイテムの入手を待つばかりとなります。それより俺が育てたムキムキ筋肉の女戦闘員軍団の方が役に立つぜ。じいさんはじいさんらしく窓際で居眠りでもしてりゃいいんだよ。今の言葉、心の閻魔帳に記しておきましょう。気持ちの悪いじいさんだな。はっ、このピーオに命に変えまして。よかったわね、ピーオに。年寄りはあんまり無理しない方がいいぜ。侵略計画開始の前に我々の組織の活動の説明をさせていただきます。総統はやんごとなきお方、握手を行う際は我々四天王が総統の手足となって働きます。危険な目に遭うのは我々、相当に危害が及ぶことは一切ございません。
四天王が日本各地に飛んだ戦闘員たちに指示を出すことで行います。出撃の際は我々四天王も赴きます。幹部自身の戦闘能力が高いもの、敵の力を利用するものなど幹部ごとに個性がありますので注意してくださいませ。どなたを出撃させるんですの？本当によろしいんですね。あ、本当によろしいんですね。ありがたい幸せ、このモーニングブロー必ずやお役に立つ。筋肉が全てだ。貧弱な体よさらば、筋肉さんこんにちは。ほら手も休まるな。戦闘員たちを、ならミックスマンで肩をつけてやる。